でメイク。おはよう。鼻がムズムズする。今日会いに行く。やった、待ってるね。ちょっと新潟に着きました。お疲れ。私何やってんだ、前髪止めなきゃ。チカナのおかげ。確かに確かに言ってない。ちょっと待って、何か何の何が、あ、ちょっと待って、台風来なくなった。チカナのおかげ、あ、それ私のおかげじゃねえや。確かにって言っちゃった、間違えて。ねえやめて。今日めっちゃいい天気だよ。夜行バスで新潟に着きました。え、マジ？今どこにいんの？今個人情報。どうやって時間通してんの？6時ぐらいに着いたらさ、クーラーとかないから暑さ対策してね。そうじゃん、大釜クーラーないからみんな熱中症ならないようにね。レッドカフェ、あー、レッドカフェって行ったことないんだよね。今日結構暑いの？どうなんだろう。でも大釜、どうかな、クーラーないからな。ねえ聞いて、昨日虫刺された一箇所、足、しかも最悪最悪です。今年虫刺され2箇所です。2箇所目。音符ありがとうございます。かゆい。ベンチで寝てたらアリに噛まれる。ベンチで寝るなよ。30度ぐらいか。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。そう、2箇所目少ないよ。そう、今年はね、焼けてもないし、あんまり虫刺されもしてない。昨日はお疲れ様でした。だってありがとう。ちょっとね、あ、スポンジ濡らしてくるの忘れた。謎メールの追加メール感動した、ありがとう。初見じゃないでしょ。でも日焼けは気づかないだけでしてるかもしれないんだよね。よいしょ。
あ、グレープフルーツの盛り合わせありがとうございます。七分の券とか1枚もなくても当日券買って中入れたりするのかな。ちょっと私にはちょっと分かんないんだよね。みんなどうだった？なんか当日そのこの日の券をグレープフルーツって言ってた私。やばい、ちょっと待って、もう無理だ。グレープの盛り合わせありがとうございます。今日の券ない、今日の券持ってたら買えるんじゃない。分かりにくい、もしかして。書き方がややこしい。あ、そうなんだ。単純な書き方の方が人間分かりやすいよね。実際とは違う書き方。そうなんだ。立川アミネット、マジで。ありがとうございます。ちょっとさ、スポンジ濡らしてくるね。30秒で戻ってくる。もう忘れてた。ただいま。今なら言える。チカナ好きだ。チカナじゃんだった。見えてるで。結構誤解を生む書き方してる。どっちでも捉えられるように書いてんのかな。どうなんだろうね。よっこらせ。オッケー。さあメイクするぞ。オッケー。オッケーじゃない、喉乾いた。水分補給してね、ありがとう。ニックネーム変えました。お疲れ様です。なんか着る洋服迷っちゃうよね。お、ハートありがとうございます。昨日のフェスどうでした？
皆様皆様、聞いて、あのね写真撮れなかった。写真撮れなかった。ジーンって感じ。写真撮れなかったです。のゆみさんはその出番前になんかちょっとねご挨拶しに行ったんですよ。なんか見たいメンバーだけ早く入ったんですね。早く行ったの。そう、それでのゆみさんにご挨拶したんだけど、直前だったから、そう、写真撮れなくて。で、ナナランドさんは、なんか、私たちのステージの前にやってたのね。で、だから、なんか、やろうっていうか、写真撮ろうと思ってたの。撮れるなって。そう、そしたら、なんと、ナナランドさん、物販がありまして、終わった後撮れなくて、そう、ガビーン。悲しい。悲しい。撮りたかった。マジで運ない。運ついてない。本当に。物販並べばよかったじゃん。並べるわけないでしょ。なんでやん。小牧さんと写真撮りたかった。マジ可愛い。なんかさ、ナナランドさんがさ、終わってさ、こう袖に履けてきた時にさ、あーみたいな感じで、そう、なんか来てくれて、今日やるんですかって、あのマックスときね、やるんですかって聞かれて、あ、やりますって言って、ああ本気が見れるみたいな感じで言ってくださってて、でしかも私たちもこれやりましたーっつって言ってた。意識してやりましたーって言ってた。可愛かった。みんな可愛い。なんか仲良くなりたい。ね、でね、のゆみさんの見たんですよ、ステージ。あのね、なんかね、綺麗だった。そう、今新潟向かっておりますって。今日来てくれるんでしょう。つぶりよ。なんかさ、のゆみさんさ、12人だっけ、いるの。12人なんだけど、なんかすごい、なんだろう、10人以上超えるとさ、やっぱさ、多いじゃないですか。多いんだけど、
なんかまとまってるんだよね、綺麗にまとまってるの。それがねすごいなんかいいなって思った、見てて。もうね、一人一人マジ顔面可愛くて、可愛すぎた、可愛すぎ。そう、なんかね、ガチガチのダンスとかなんかバッキバキのダンスっていうわけではないんだけど、昨日やってた曲ね、ノイミーさんの曲って。でもなんだろう、ちゃんと一人一人そのなんだろう、止めるところはちゃんと止めたりとかしてて綺麗なんだよね、ダンスが。そうで、歌もマジうまい、上手すぎる、本当にうますぎる。本当に思ってさ、今ふと思ったんだけどさ、カホさあんな可愛いね、サヤヤンと一緒にごちゃやってたんでしょ、羨ましすぎるんだけど、羨ましい。マジ羨ましい、いいな。羨ましい、いいな。今日仙台でツアーやってるよ、ツアーやるんだよ、初日なんだよ、ノイミーさん。行きたい行きたい、めっちゃ来て。なんかね、でもほんとかっこよかったんだよな、ノイミーさん、かっこよかった、マジで。かわいいしかっこいいし、なんかね、一人一人がキラキラ輝いてた、一人一人が主人公だった、本当に。そう、フェスって見れたの嬉しかった。STU さんのステージを見たんですよ。そう、マイキュー起きちゃう、マジ可愛かったな。フェスってさ、やっぱいろんなアイドルさんが来てさ、いろんなファンの方が来てくださるじゃないですか。
なんか昨日ね、なんか盛り上がった、昨日も盛り上がってて、すっごいなんか顔にお絵描きしてるんだけど今なんかね盛り上がってて、そのなんか嬉しかった、思って嬉しかったなーって。どよめいた？何の時？昨日のフェス行きたかったな、だって楽しかったよ。今年最後のフェスかな。NJT の曲が始まる時、そうなの？感じです。あとな、なんだ次、パウダーね。いやーマジ、のゆみさんかわいすぎて全員ツイッターフォローしちゃった。そうでね、のゆみさんのスタッフの方がイコラブさんのクリアファイルくれました。じゃん、いいんですかって言っていいんですかって言って、あのいただきました。よかったじゃんね、嬉しい。いやー、ツアー行きてーツアー行きたい、めっちゃ行きたい。ツアぬいみで気になる子いたら、チカナのフォロー欄から探せばいいわけですね。そうです。その通り。よし。ツアー行きたい、マジで。でもさ、お話し会とさ、話しかやって、おしゃべり会と被ってたりするんですよね。でね、なんかね、可愛いって思ったのが、ファンの方がゼッケンつけてるの。多分そのグッズなのかな。そのメンバー一人一人の名前が書いてあるあのゼッケンをつけてたんですよ。グッズなのかな、可愛かった。あれ、私ビブス
ズッケンって言っちゃった。リブスをね、つけてたんですよ。可愛かった。あれ、グッズなのかな。誰推しか分かりやすい。本当にそう、本当にそう、誰推しか分かりやすい。でもね、女の子がね、なんかね、ってやってたの、こうやって。なんか女の子がやるってすごいなって思って。来年の生誕ティーは名前書く欄作ってください。どういうこと？ちょっと待ってね。おはよう。ね、そう、なんかノエミーさんとかイコラブさんとかって女の子のファンが多いんだよね。もうほとんど女の子のファンなんだって。すごいよね。眉毛がうまく、やばい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 眉毛がうまく描けない。アラームが鳴っちゃった。やばい、あと30分。夜はちょっと配信できるか分かりません。ちょっと明日ピメナソなんですよね。ピメナソ公演の前にレッスンもあったりするから、ちょっとほんとマジ分かんない。お腹すいた。お腹鳴ってる。お腹すいたな。起きなさそうなアラームよく言われるわ。ピメナソ楽しみ。本当？ 3 ヶ月ぶりになるからね。やばい、前マスカラがないかも。やば、カスカスすぎる。買わなきゃ。前マスク
すぎて買わないと迷いますから。オペ目はカンガルーに勝てるのかどうなんでしょうか。今日2部3部行くねだって。ありがとう。今日浴衣です。浴衣が3部から5部忘れないようにしないと。浴衣いつも忘れそうなの。お腹すいた。お腹すいた。わかる。浴衣忘れた大変だよ。浴衣は上手に着れるのか。シャインマスカット食べてんの？羨ましい。いいな。よいしょ。松葉行きたいんだよな。あら、金魚ありがとうございます。今日はカラコンつけない。昨日カラコンつけました。昨日カラコンつけたんだけど、撮るとき一瞬で撮れた。上手に付き合えるようになってきました。やばい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 。危ねえ。まつげが入るところだった。目に危ない危ない。おはよう。完全に慣れました。でもね、なんかね、カラコンつけたら目悪くなったってメンバーが言ってて、えって思っちゃった。私は目を悪くするためにカラコンつけてんのかって。だからライブの時以外つけないでおこうって思って。おはよう。悲しい。今日どうしよう。アイシャドウ、レンズ入れてる。確かにね、レンズっていうのはね、分からなくもないんですけど。あ、やばいやばい。アイシャドウの前にこれをやっておきたい。やばい、私の準備は間に合うのか。
3部嫁さんと行きますって。待ってます。よいしょ、間に合うかな私のメイクは。よっ、お腹鳴った、気にしないでください。みんな朝ごはん何食べた？もう外が暑い、マジで。朝マックいいな。朝ごはんもツイートしておきました。どうせいいもん食ってんだろ。いいな。ブラウン系のアイシャドウにします。ナチュラルな感じで。今日楽しみ。本当？嬉しい。楽しみって言ってくれて嬉しい。そう、昨日ね、漢字練習頑張ったんです。私がこんなに勉強頑張ってるから天気も良くなったのかも。なんかすごいだるまがたくさん、なんで、ありがとうございます。なんで、どうして、ちょっと車を投げたいお年頃なのかな。ありがとう。感じ取れる。頑張りました。昨日の行き帰りで楽屋の中でちょっと少しやりました。ちょっと何言ってるか分かんないです。私日本語話せてない。なんで勉強してるの。漢字ドリルを関係者さんにもらったから。何年生の、中学高校のなんか やつのなんか2級と準2級みたいな感じの感じに書いてあった。そんなような感じで書いてあった。関係者さんにもらったからさ、やらなきゃ。でもさ、これでさ、ちょっとさ怖いなって思うのが、プレゼントで届いたらどうしようって思う。プレゼントは、プレゼントで届いた場合はやらないので、
はい、すいませんが。プレゼントでいただいた場合はね、ちょっとね、遠慮させていただいて。いい感じ。アイライン。最近なんかアイラインがうまく描けないんだよね。チークとかは会場行ってやればいいし、はい、やばい、あと15分で準備しなきゃ。おはよう。何を持っていくんだ。まあ、ちょっとメイク道具をね、こんなにいらないんだよな。メイク道具分けよう、分けようっていうか入れ替えよう。メイク道具何持っていく。日焼け止め、日焼け止め、え、日焼け止めいる？室内だよ。あった方がいいかな。あ、皆さんはちゃんとあれ、充電器持ってった方がいいよ、みんな。充電器みんなちゃんと充電器持ってって。僕らは必要、確かに。ファンの皆さんはちゃんと持ってってください。ハイライト、これでしょ。充電器ね、なんかね、1個じゃ、1部から7部までいる方とかは1個じゃ足りない気がする。そのまあ、その電池の減り具合にもよるんだけどね。から離れない。充電スペースはないと思うよ、おそらく。
はい。よし、こんなもんかな。よいしょ。7月14日、ね、そうだよね、なかったよね。そうなんです。よいしょ。充電器は皆さん必要ですよ。忘れずにね。はい。充電の量見といて。それを今のうちに充電してね。あれ、私さ、みんなにね、ちょっとね、見せたいものあったんだよね。私どこやったんだろう。あ、目の前にあったわ。今日は漢字練習帳置いてく。これいらないでしょ。これなんだ。何？おはよう。4回満タンできるくらいのモバイルバッテリー持ってる。すごいじゃん。お、届いた。届いた届いた。昨日ね、もういっぱい荷物が届いてた。じゃん。なんだと思います？このキーボードが届きました。キーボードとこのケースのセット。じゃーん。これでタイピングの練習ができます。懐かしい。キーボードちゃんと打てるの？前はね、少しは打てたんだけど、その携帯持ってなかったからパソコンでいろいろいじってやってたからさ。でも今はもうねって感じよ。そう、 iPad につなげてできるやつ。でもそんななんかガチガチというか、そんなに仕事できるぐらいまでな、詳しくなるってわけじゃないんだけど、そうくって、でもまあなんかある程度使えるようになりたいなって思って買いました。買ったやつが届きました。9点で買ったものとかもめっちゃ届いてた。この立ち位置表はいらないやつ。カタ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 。おいくら？ね、セット、そのケースセットで、ね、
3000円いかなかったかな。なんかまあそれぐらいだったらいいかなって思って、あのアップルのはマジ高い、純正っていうの高いから、そんな高いのはいいやって思って、なので高いの買ってません。安いやつです。持っていけばいいんだ、私は何を持っていけばいいんだ。まあいいか、一応これぐらいでアイロン持ってかないと。今ちょっと待って、私が持っていくものを分かんないからちょっとメモりましょう。私ね、ちょっとメモってたの。危ねえ、おしゃべり会のノートどこでやったっけ。これだ、こんな汚かったの。あ、前回のやつちょっと聞いてない、ちょっと待って。で、これも持っていきたいんだった。やばい、持っていくものいっぱいありすぎて、ちょっと待って。この黒かけたっけ。24分、やばい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 。あ、かけたかけた。持っていくでしょ。あ、お腹すいた。みんなご飯何食べた。お腹すいたよ。スタンドを持ってかなくちゃ。スタンドさ、どうしようかな。これをさ、こうやってさ、机の上にさ置いてあったらさ邪魔だよね。ってことで、これ企画のやつはこのちっちゃいやつ持っていけばいい。これぐらいだったら大丈夫。お昼食べるとこあんまりない。そうだよね、ピアバンダイが一番近い。いや違う、ラーメン屋さんだが一番近いぐらいかね。お腹すいた。待って、メモ帳、ペン、スマホスタンドでしょ、アイロン、アクセサリー、あと何、あと持ってくものなんだろう。ツーショット会のやつでしょ。大丈夫かな。モバイルバッテリー、皆さんはモバイルバッテリー必要だね。仕事終わったので急いで新潟向かいます。いってらっしゃい、待ってるぞ。晴れてます、新潟。あとなんだろう、あ、やばいやばい、過充電過充電。なんだ、何持っていけばいいんだ。え、ちょっとお腹空いたからカルパス食べるわ。浴衣、浴衣買いとくか。浴衣よいしょ。27分、やばいやばいやばい、カルパス食べてる余裕なかった。うん、
うまカルパス、うまスマホスタンド持ちました。ということで壇上読んで終わりにしたいと思います。はい、13位、なんだっけ、みんな教えて、名前がわからん。ちょっと12位からいきます。どなたか分かった13位の方の名前教えてください。12位パンダの帝王さん、12位パンダの帝王さん、13位ファイヤーサーフさん、13位ファイヤーサーフさん、11位ペンギンさん、11位ペンギンさん、10位カズさん、10位カズさん、9位ナリスタさん、9位ナリスタさん、8位トムネコさん、8位トムネコさん、7位カブさん、7位カブさん、6位五代優作さん、6位五代優作さん、5位ユスケさん、5位ユスケさん、4位ヒデハチさん、4位ヒデハチさん、3位鈴木秀和さん、3位鈴木秀和さん、2位佐藤大塚さん、2位佐藤大塚さん、1位りょうさん、1位りょうさん、ありがとうございます。名前教えてくれてありがとう。はい、ということでちょっと最後駆け足になりましたが終わりにしたいと思います。夜はちょっとできたらやるという形でお願いします。すいません、ということで終わります。ありがとうございました。また会いましょう、ルーム、バイバーイ、ありがとう、またねー。